うございます。おはようございます。おはようございます。暑いですね。暑いね。いや暑いねもうね。暑いね。じりじりくるね。お二人扇風機されてますけど大丈夫ですかお二人。いいねでも。俺もすでにもう汗かいてるの俺。もう暑い。暑い。超暑い。暑い。はい。あこれないのきつい、ね、結構違うね、ね、違うよね。今回あの舞台が秩父です。はい、秩父、はい、秩父は来たことありますか。どう、なんか番組でバーベキューとかぐらいはしたことあるぐらいで、駅の方と来たの初めて。俺も来たことあるってさっき言われたけど記憶にないんだよね。直子さんと来たみたいに記憶にないんだよ、ね、記憶にないし、うん、ある、ない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 んだよね、ない、ね、埼玉県だよね。そうだ、埼玉県、秩父市か、うん、盛り上がってます、ね、盛り上がってますいろいろと人入ってるな。観光の人が多いね。人入ってる。秩父といえば様々なアクティビティができるということで人気なんですけど、うん、お好みもあると思ってこう3つに絞りました、うん、一つ目がバギー、ライフル、激流川下り、うん、どれやりたいんですか。いや、やんちゃだな結構。やんちゃだね。ちなみに今回夏休みのテーマはしゃぐ。はしゃぐ、はしゃぐはしゃぐがテーマ。ライフルではしゃぐはちょっとあれだし。あどうだろう、 なるほどね。どうだろう、どうだ、決めた。あだよね、あもう絶対そうでしょ、ね、はしゃぐだよね。せーの、バギー。わかりました、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、松さん今日の意気込みをよろしいでしょうか。はい、今年のベビナの夏休み思いっきりはしゃぎましょう。イエーイ、これでいい。まっちゃんとうっさんとこの並んでる感じでバギーはやばいっすね。あーおーおーおー、これは映えるわ。出会ってからおよそ30年。これ家にある、これマジで。あるね、ある。自然あふれる夏の秩父で童心に帰り大はしゃぎ旅。ベビネの夏休み。